演武開演。どうも、私のズレズレなる日常演武さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら地元のお店とかであったドーナツやお菓子、全部が当たっていない。どうやらお豆腐や大豆、おからなどを使っているようですね。これは美味しそうだ。あ、ここに入る根室寺っていうのは割と家から近い神社で行ったことあります。また機会があれば撮影しますね。ではそれではまずこちらのドーナツからいただきます。どれの味はどれなのかな。プレーンから行きたいけど、このままでもいいか。袋もしね、そのためちょっと硬いですね、これ。では、ちょっと中身を、こんな感じですね、ちょっと弾力ありそうな感じ。では、いただきます。普通のドーナツとは違ってもっちりしていますね。でも、体にも良さそうっていうのもいいですね。で、せんべいはパリパリ。おからドーナツは外側しっかりサクッとしていて、中はもっちりしていて、今まで食べてたドーナツはちょっと違う感じがしましたね。弾力があるのはポン・デ・リングに似ていますが、ポン・デ・リングよりもさらに弾力があって、そちらはこちらでとてももちっとしていて美味しかったです。そっちが焼けなくもいいのですが、プレーンが一番好きでしたね。純粋な味を私と感じることができましたので。で、こちらの豆乳おからせんべい、豆乳きなこせんべいですね。サクサク、バリッバリッとしたいい音が口の中に広がり、でも甘さ味がそんなにしつこくなくて、さっぱりと中身が美味しかったです。あごも結構鍛えられそうですね。では残るこの黒ごまひなこのアーモンドを食べたいと思います。あとわさび味もあったんですけど、わさび自分は苦手なので、ちょっとそれはもし興味のある方は食べてみてください。では唯一違うこの気がついたからいただきます。節分豆並みに豆菓子食べていますね。年の数を実感します、こういう風に食べてると。最初に食べたピーナッツイタはピーナッツザクザク食感が本当に生きていましたね。チョコレートは控えめ、もちろんピーナッツは主役ですね。ピーナッツがぎっしり詰まっていて美味しかったんですが、どうせなら嫌いでるんじゃなくて、まだまだ一口食べたかったかなとも思いましたね。まあそこまでうまっ、あら、ちょっと残ったわ。で、豆乳きなこトリュフは、トリュフと書いていますが、どっちかっていうと豆菓子ですね。いや豆菓子書いてある、豆だから節分豆にきな粉をまぶしたような、そんな味ですね。なのでトリュフっていうイメージとはちょっと違うかなと思いましたね。まあ豆菓子を考えると美味しいんですよね。で、これの黒ごまきな粉はさっきのきな粉に比べると黒ごまの香ばしさが加わって、それだけで格段に味が違っていますね。こちらではこちらの方がおすすめですね。香ばしかったごまとよく合っていますよ。そして最後の豆乳キャラメルアーモンド、一口噛んだ瞬間からキャラメルの甘い方が口の中にふわっと広がってきて、アーモンドでバリバリとして食べたりとともに味わえてとっても美味しかったです。キャラメルとアーモンドの相性いいですよね。で、今回いろいろ食べてみましたが、自分が一番美味しいと思ったのはやっぱりプレーンキラおからドーナツのプレーンですね。なのでこちらのテストをいただきます。その次は先ほどの黒ごまとキャラメルを同率4、こちらの点数とさせていただきます。でも美味しかったですけどね。しかも大豆製品なので体にも良かったりはしないか、いや、してするかな。でも食べ過ぎですよね、と思いつつ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ実家の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、そして私のところに地元に来ていただけると嬉しいです。エンブ、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。